佐藤和明は、日本の映画監督、キリアピクチャーズ所属。シンガーソングライターの、宇多田光は元妻。熊本県熊国朝霧町出身。1968年、熊本県、宮崎県で手広くパチンコ店を経営する、岩下兄弟社代表の父、岩下博明と、軍人の娘である母、道子の長男、和弘として生まれる。 メンダ城の小中学校に進学したが、1983年、中学2年修了と同時に中退し、単身アメリカのサンディエゴに向かう。マサチューセッツ州にあるアートハイスクール、ケンブリッジスクール・オブ・ウェストンに進学して、デザイン、音楽、絵画、写真などを学ぶ。卒業後の1987年に、パーソンズ美術大学環境デザイン科に進み建築を、 学ぶが2年で中退。学生時代当初はビジネスマンを目指していたが、英語が通じない時に自分が描いた絵を渡して、喜ばれた経験からアートの世界を思考するようになった。21歳の時デザイン会社を設立するもうまくいかず、ヨーロッパやアフリカを放浪。大学中退後の5年間は、自ら暗黒の時代と語っている。NY 在住時26歳の時に、 知り合いから頼まれた音楽雑誌、バイブ用の作品をきっかけに写真の仕事を始め、JZ など多くのアーティストの写真を手掛けるようになる。以降、日本国内外で PV 制作も数多く手掛ける。CM、広告、雑誌のアートディレクションなど幅広く活躍。撮影を通じて知り合った、歌田ヒカルと2002年に結婚。しかし、 5年ほど経った2007年に離婚した。2004年、子供の頃好きだった、心臓人間キャシャーンを映画化し、映画監督デビュー。2009年には2作目、ゴエモンを制作し、明智光秀役で俳優としても出演。2012年チェコで、クライブ応援、モーガン・フリーマン出演の映画、ラストナイツを撮影、2015年公開。 たたすうたたすうただ光る PV 監督作品、ABCDEFGH パチンコ文化史、息子の主体性にかけた、岩下博明日本遊戯関連事業、協会広報誌2010年8月号、ラストナイツ勇敢富士2009年7月8日。ありがとうございます。